岬城は、現在の神奈川県三浦市城山町に存在した日本の城、または三浦城。相模三浦市の本拠地で後に5北条氏が領する。1、新井城、2、岬城跡は三期校を望む高台の、現在三浦市役所や旧岬中学校、三浦市体育館などがある付近とされている。岬城の北西 2km の油壺湾北側には、同じく、三浦市の居城である新井城がある。従来、5北条氏関連の資料などから、新井城と岬城は別の城と考えられてきたが、近年では、相模三浦市時代には、岬城として単一の城を構成しており、5北条氏が同城の海側の部分を改築して独立した水軍城塞とした時に、旧城である新井城と新城である岬城に分けられたと考えられている。なお、同市遺跡地図上では、新井城と岬城は別個の遺跡となっている。伝承によれば、鎌倉時代後期の三浦氏宗家滅亡後に、相模三浦氏を起こした沢原政治が築城したとされているが、実情は不明である。おそらく、元は同市の水軍基地の一つであったと考えられている。戦国時代初期に、三浦義篤が伊勢政治に城を囲まれ、3年にわたる籠城戦を繰り広げたが、ついに陥落して、相模三浦氏は滅亡した。五原則会では、この時根切りにされた三浦一族の地で、海が油の壺のように真っ黒に染まったことから、今の地名油壺の呼び名がついた、とされる。その後、政治によって大規模な改築が行われて、安房の里見氏に対する備えとした。実際に、新井、岬の両城は何度か、里見氏によって攻め落とされて、三浦半島南部が里見領になった時期もある。後に、政治の孫の北条氏康がこの地を奪還すると、息子の氏則を岬城主とした。もっとも、最前線とはいえ城ヶ島に近い風光明媚な場所であったため、平時には、5北条氏当主が静養を兼ねて、岬を訪れたらしく、1519年には、政治が、1565年には氏康がここを訪れている。豊臣秀吉の小田原征伐後に廃城となった。由緒のある城跡であるが、史跡の指定や城跡公園としての整備はなされていない。ただし、岬中学校、市役所一帯は埋蔵文化財宝蔵地、岬城跡として周知されているため、文化財保護法の保護下には置かれている。ありがとうございます。